My name is Shinji Yamaguchi. I came to Toronto in 2010. I started Gushi because I wanted to be a part of this community. 私は日本の福岡で生まれました。私は父をとても尊敬していて、父と同じ工業高校にも行きましたし、同じ会社にも行きました。会社1年目の時に僕の友人からお借りした本が一郎さんの本でした。その本の中で一郎さんが4万人のスタンディングオベーションをいただいた時の感動が言葉にできないという言葉に私はすごく興味を持ち、僕も一番になってみたいという思いで技能オリンピックというものに出会いました。私の技能オリンピックの参加した競技というものは機械組み立て。約2年間の練習の末、私は全国大会で金メダルを取ることができました。その瞬間、フラッシュバックというものを初めて経験しました。私がここに立っていられるのというのは、本当多くの人に支えられているというものを感じ、感謝の気持ちでいっぱいになりました。がしかし、私の種目の機械組み立ては世界大会のリストにはありませんでした。それでも私は写真部として世界大会のためカナダに行くことができました。写真を撮りつつも人に出会いました。そしてカナダという国の魅力を感じました。とりあえずトロントに来て自分には何ができるかなと探した結果、日本料理を通して人とつながろうという目的が出ました。探し回った結果、一つ面白い物件を見つけました。それはコンテナで屋台を出すというスペースで、2000ドルしかない中、キジジまたはクライグズリストを使って機材を集め、無事にオープンすることができました。日々の改善の結果、キャベッジタウンにお店をオープンすることができました。トロントの役に立っているんじゃないかと思うと、私はとても幸せです。グシを始める前に出会ったパートナーの多大なるサポートのおかげで今に至ります。そして今では娘も生まれ、さらに仕事への活力が目覚めました。これからも日本の料理、そして文化をグシを通して広めていきたいなと思っています。 At Gushi, our philosophy is to make every day a little bit better.